皆さん、おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。前回は、中国地方に部隊を出陣して、結果的に5つ城を落としたよ。合戦しようと2回部隊を出したんだけど、1回失敗しちまったんだぜ。それでも5つ落とせてるから悪くないんだけどね。しっかりとカウンターパンチを食らって、結局北条家に仲介してもらったけどな。本当は仲介なしでうまいこと攻めたかったんだけど、ウプ主のプレイスキルでは難しかったよ。今日はしっかりカウンターパンチを食らわないように頼むんだぜ。相手部隊が4部隊だけど、合戦していくよ。一本道だから粘っても威風大はできないだろうしな。威風小だからカット。本陣を破壊して勝ったよ。兵力差はあったが、相手の武将が強いからな。まあこちらの武将も強いから純粋に兵力差で勝てた気はするね。部隊数もこちらが多かったから、負ける要素がなかったか。油断している隙に本陣を落とすの、結局 CPU 相手だから再現性もあるんだよね。二つの部隊で本陣に向かえば、後ろから攻撃してきてももう遅いしな。少しずつプレイスキルを上げていきたいね。てなわけでお楽しみ威風タイム。お?威風小の割にかなりひっくり返ったな。桜お嬢の軍ほとんど全部寝返ったね。これなら余裕で桜お嬢は落とせるんだぜ。よしよし。桜お嬢を落とせたよ。一回の行軍で落とせたのが城一つじゃペースが悪いからな。このまま部隊を進軍させたいんだぜ。敵とぶつかるまでカット。なんとか8部隊以上と合戦できるように調整しているよ。動画だとカットしちまったが、家康さんの労量がギリギリだったんだぜ。スマートに合戦まで行けたらいいんだけど、いかんせん苦手なんだよね。大名の位置がもうちょっと後ろでも、合戦できたらよかったんだけど。そこはウプ主が頑張ってくれなんだぜ。兵力差が今回もかなりあるな。部隊数もこちらの方が倍近いし、いつも通り裏を取られなければ勝てそうだね。ってことで合戦を見ていきながら、毎回恒例チャンネルの話していくよ。今回はどんな話をするんだ?今日は次回シリーズについての話をしていくよ。次回シリーズは若さだけだけでプレイするんだったな。内容はネタバレになるから話さないけど、なるべくキャッチーで、ラブリーチャーミングな内容にしたいと思っているよ。いやなんだそのロケット弾みたいな内容は。要するに、信長の野望が好きな人も全く知らない人も楽しく見れるような動画を目指していくってことだよ。なるほどな。信長の野望はロマンもあるし、面白い割に見られていないイメージだもんな。似たようなシミュレーションゲームは、もう少し見られているような気もするからね。つまり、新規層の開拓がしたいってことだな。まずは信長の野望が好きな人に見てほしいんだけどね。ウプ主は物語を交えながら進められていくゆっくり実況が好きなので、ある程度茶番や物語性を持たせていきたいよ。私たちはまだゆっくり実況初心者だから、新シリーズには時間をかけたいんだぜ。今シリーズとは、実況スタイルも変わるだろうけど、より面白いものを作る姿勢みたいなものは持ち続けていきたいね。そもそも面白くないと、見続けてもらえないしな。ウプ主はナロー小説を読むのが好きなので、そういう要素も入れていけたら良いなと思っているよ。最近めちゃめちゃ歴史小説ハマっていたもんな。個人的には、もし〇〇がこうしたら?みたいなイフルートが好きなので、そういう要素も考えたいね。いろんな要素をごちゃごちゃ入れすぎても逆に良くなさそうだから、良いとこ取りできれば一番だな。そういえば、ナロー小説はすごい長いタイトルつけるけど長いタイトルにするのか?なるべく短めにしたいけど、わかりやすいタイトルにしたいと思っているよ。なんてチャンネルの話していたら、いつの間にか勝てたね。まあ、兵力差があったからな。順当にプレイしたら、合戦で負けることはあまりないと思うんだけど、やっぱり問題は、労量切れからのカウンターパンチなんだよね。あるあるだな。こちらから攻めて相手を守りに向かせるしかないぜ。北条家の仲介も使ってしまったからね。あまり頼らないようにしよう。お楽しみ威風タイムなんだぜ。あれ?全然ひっくり返らなかったね。威風中だったはずだが、
白一個も寝返らなかったな。これはちょっと想定外だね。これだと結局合戦できていない時と、あまり変わらないからな。とにかく今は、周防高森女王としていこうか。表情的にも相当痛い風だったな。家康さんはもう桜を城から動かせないね。なんとか、他部隊に城を落としてもらうしかないよ。他部隊も表情的にだいぶ苦しいだろうからな。早く決着をつけるしかないんだぜ。前回と同じでまたカウンターパンチを食らっているよ。なんとか防衛をしたいが、さすがに厳しそうなんだぜ。周防高森城も取れなさそうだし、威風で寝返らなかったのがえらい効いてるね。って、大軍で攻められ始めたし、かなり厳しいな。これはさすがに詰んだか。いや、まだ諦めないよ。私たちには最終奥義仲介があるから。さすがに仲介だよりすぎるけど、この状況から抜け出すには仲介しかないか。一城落とされただけなら、なんとかなると思うんだけど、このままだと何城落とされるからわからないしね。実況者としてあるまじき仲介の頻度だが、今回は縛ってないから許してくれなんだぜ。ってあれ？仲介できないね。これはまずいな。この状況なんとか粘るしかないか。仲介する気満々だったから、めちゃめちゃ動揺しているよ。攻められているのに仲介できないのは、あんまり想定できなかったからな。とりあえず、仲介できるまで粘ってみるしかないね。接敵したら、仲介できるかもだしな。条件がわからない以上、とりあえず粘ってみるんだぜ。なんとなくだけど、城が攻撃され始めたらさすがに仲介できるんじゃないかって思うよ。助けて、北条右衛門ってならないと仲介できないってことか。まあできるかわかんないけどね。全然兵力自体がないから、現状守れそうにないし。仲介するのも仕方ないかなって気持ちだよ。仲介前提の動きはどうかと思うが、できなかったとしても被害を最小限に抑えないといけないからな。とりあえず、ちょこちょこ仲介できるか確認していくよ。って、仲介できたね。おお、やっぱり城を攻撃されたらできるのか？仲介できる条件が謎なんだぜ。普通に戦っている時には、多分できないのかな？あくまで攻撃を受けた時限定とか。ちょっとそこら辺は、初心者すぎてよくわかんないんだぜ。全然わかんないけど、仲介できたから城守れてよかったよ。結果良ければ全てよしなんだぜ。普段から動画時間は10分くらいになるようにしているんだけど、仲介して今停戦状態で霧が良いから終わっていくよ。今回は、合戦して威風台を発動できたのはいいが、まさかの一城しか範囲を含まなかったのが誤算だったな。せめて二つは巻き込むものだと思ってたから、びっくりだったよ。さすがに予想外だったな。次回こそ、たくさん威風で城を巻き込みたいんだぜ。ってことでそろそろ終わっていくよ。ここまで見てくれた方たち、チャンネル登録高評価よろしくだぜ。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。